にちは。インターン生の小森文正です。今回は最終回ということで、私のアイスボーンでの狩猟スタイルを紹介していこうと思います。私はアイスボーンでは太刀、狩猟笛をメイン武器とし、場合によってはボウガンを使用しており、基本は体力増強、気絶無効、攻撃、達人、超会心スキルに会心時切れ味を消費しない達人芸を使った剣士装備を使用しています。狩猟笛の時は笛吹き名人レベル2を追加し、ボウガンの時は自称して会心率と属性攻撃を強化する装備を使用しています。基本はソロプレイが多いですが、友達を誘ってのマルチプレイや救難信号を利用して不特定のプレイヤーとのプレイもよくやっています。太刀の魅力はモンスターの攻撃に合わせて見切り切りでカウンター攻撃し、こちらの強化チャンスにすることができる点や、モンスターの攻撃をギリギリまで見極めてタイミングよく居合抜刀鬼陣斬りを成功させ、流れるように兜割りを繰り出せる点で非常に気持ちいいです。狩猟笛はあまり好んで使う人が多くないことが寂しいですが、アイスボーンの狩猟笛は今までの作品の中でもトップクラスに使いやすく強い狩猟笛だと思っています。まず狩猟笛の特徴である演奏攻撃で自身だけでなく他のメンバーも強化できる点がマルチプレイをする上で強いです。またアイスボーンでは演奏効果を3つまでストックすることができるので、事前に演奏効果を揃えて発動させたいときにすぐに発動できる点は非常に使い勝手が良いです。演奏攻撃も強化されており、今まで演奏であまり高いダメージが出せないという悩みどころもうまく解決されたと思います。さらにアイスボーンから狩猟笛に威力の高い攻撃が追加され、モンスターの点灯中などのチャンスタイムで一気にダメージを稼ぐことも可能になりました。これによりワールドで使い始めてから使うたびに引かれ、今ではマスターランクのマムタロともソロ討伐が可能なくらい扱えるようになりました。最近ではイベントクエストで装飾品やカスタム強化のための素材を集めるために同じクエストをずっと周回しているため、太刀や狩猟笛はもちろん、ランスや片手剣も使いながら飽きないように頑張っています。逆に体験やハンマーはアイスボーンではとても苦手で、何度か挑戦はしましたが、体験はタックルを合わせるのが難しい上に、欲張って新ため斬りを使いすぎるせいで、攻撃する前にモンスターに攻撃されるなど、なかなかうまくいきません。最終回は、私が普段どのようにゲームをプレイしているか話しましたが、皆さんも自分なりの楽しみ方を見つけることができれば、この作品を好きになれるのではないかと思っております。皆様どうか良いハンティングライフを。この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。